ゆさりんこと、クランパのゆさで。ゆーた、いた。変な意味じゃないですよ。まだ私のお願い叶えてもらってないし。だから、お兄ちゃん、なでなでして。あのお薬、本当は完成して。前へ進もう、諦めない心。君とならば頑張る。私、りょうたのことが好きだった。そしてこれからもずっとずっと。本当に、ありがとうございました。余計具合が悪くなるわ。あ、上を見上げるまでもない。戸様の編入生なんて。私だけですか。そうですか。もうよくわからないままでいいや。結局ちょっとしたものよ。あ、それよりエドが結構酔ってない？私が何も言ってないのに、勝手にナルト君が悪いことしたって決めつけて、勝手に謝りますから。我が眠りを妨げし者は、おっと言ってる素肌、おっと言ったにさの愛。君、私は今恋をしている。実験台になってください。見せてもらっていいですか？せっかくだから、みんなの魔力、私が全部もらってあげるわね。いつか交わした約束、目指す場所は高く、日常。やだ、怒んないでくださいよ。出席番号10番、走りニオス、よろしく。自分が不器用なのは分かってる。でも今さらアイドルを始めようなんて、私が言えると思う？だからうちはお姉ちゃんにそんなことをさせたあなたを許さない。君島公、あなたを許さない。おっと、覗くならバレないようにね。何って、そりゃアンクルちゃんは可愛い女の子だろ。常識的に考えて。 I love you、 君の笑顔が好きよ、揺れる風のような。あんた、ちょっとは根性あるじゃない。やっぱり羽生じゃないのですね。羽生は僕にしか見えないし、触ることもできないのです。目と目が合うたび、私色を失いました。今日だってお花を飾ったピンクの帽子が良かった。思考を読める獣と違い、私気になります。僕の人生最大の危機だった。広がり続けるサハラ砂漠、大地を失った皇帝ペンギン、空爆の中東、救えなかった世界中の悲しみが脳裏をよぎった。でもそうなると私のことなんかほったらかしだし、だからあんまり演劇にのめり込んでほしくないっていう。伏せみどりと言いますし、モデルキャットのイニシエーターです。もうマー君に猫ちゃんダメよ。ご飯は美味しく食べるものなんだから。ところで、私のうちの家訓は、一度恥ずかしめられた男には生涯責任を取らせよ、ですから覚悟してくださいです。みんなを支える。何より仲いい人とやった方がいい。すべての能力者を救って、もう一度会えることを。
その時私たちは恋人同士になりましょう。なこと言ってるとテレビよりとんでもないもん見ちまうよ。我が家のアルマゲドンってやつをさ。キバサラってガモタンお金持ち作戦のためだけのブログでしょ。でもリョータスは手伝ってもお金持ち作戦とは関係。リシャードに任せて広がる世界へ変わる運命に答え。ホームル。正しいことをしたつもりでした。でも私がわがままを通したに過ぎませんでした。むしろ地球との関係は悪くなってしまった。聖騎士の横暴に苦しめられている人たちがまだたくさんいるのに、王女がこんなことじゃ先が思いやられますね。最後の場所はここがいい。観覧車が一周する前に。てめえのものなんか一つもねえんだよ。なんかね、体洗うのスースーするのしかなかったよ。あれ、メマ嫌い。ケンタ。はい。これは借り物ですけど。先輩は、この前。確かに奥が深いわ。私も頑張らなきゃ。大船引きやります。白がいればいいって言ってた。化け物でもいい。偽物の気持ちで私は白を守る。みんなのもの、入ってきてくれ。ブレブレバラード強くなんかないけど。オイラが踏んづけちゃいました。動け、この足。こんなところで負けるわけにはいかないんだよ僕たち。ジース、すいません、ひと思い。血の本当の色を知ってる？冷たくなっていく肉の匂いを、骨が砕ける音を知ってる？あなたに後の業は受け止められないわ。なにこれ、気持ち悪い。痛い。不法侵入、しかも押し付け掃除、マーキングしてないでしょうね、この犬。ある明日、前向きな星のかけら。雪圧が好きだから、メンマが羨ましいか。誠心誠意、この国のために尽力いたします。日本国と共に。私も一年の頃からずっと好きでした。付き合ってください。そうだよ、ママだよ、ゆいちゃん。ゆうちゃん、私が溺れたら助けてくれるって言ってたじゃない。君と夏の終わり、将来の夢。私はあなたと違う、叶わない夢なんて見ない。言ったでしょ、メンマが成仏しても何かを守ろうとしている人の賢明さも目に入らないような地位なんて、この見張り台より低いって。近寄るな、お前はゾギリアの敵だ。まった。美人の先輩に囲まれて鼻の下を伸ばされていたお兄様はお仕置きで。うわー、すごい、これあれじゃないですか。優しくて紳士で、目はハートだけど、お菓子作りにも詳しくて、いろいろ教えてくれた。趣味も合うし、男らしいし、足が黒いらしいけど、強くて頼りになる。なんだろう、すごく楽しい、楽しいよ。すまないと、私がお前を殺す。もういい、人間。貴様の妄想はたくさんだ。いつ、泉、あ、ここに。
に来るって分かってたよ。感じたの。私もお前をおかずにしたことがある。よもや私を宿から遠ざけるためにわざと風穴を開いているわけではあるまいな。あの男には戦場で笑えるだけの強さがある。ただ一つの私の不幸は、私に青春をくれた恩人にありがとうを言えなかったこと。それを言いたくて、それだけが心残りでこの世界に迷い込んだの。いじめちゃ。あ、私下の名前で呼ばないようにしてたのに。それってエッチなんでしょ、ヒーくん。こんなところで嫌だ。月日ちゃんはお出かけってことだったけれど、カレンさんも？でも私以外でそんなにできる人は初めてだよ。いいよ、終わるまで待ってるから。だから吉野、私にお前を諦めさせろ。